俳優のチャーリー、シーンの、三人目の妻で、リアリティ番組のスターとして、知られるブルック、ミューラーが、自身と双子の子供は HIV に、感染していないと認めた。チャーリーは現地時間17日、朝の生放送番組、トゥデイ、で、HIV ウイルスに感染していることを、公表し、ブルックと法的にハマダ結婚していた4年前に、診断されたと明かした。司会のマット、ローアーに対し、危険を知りながら他人に感染させるようなことは、ありえない、と、強調し、これまでのパートナーと親密な関係になる前に、状況を伝えていたと、主張した。その中には診断後に無防備な性交渉を持った二人の、女性も含まれている。2011年5月に、チャーリーと離婚したブルックは、自分はその中に含まれていないと、力説。広報担当のスティーブ、ホーニグは芸能情報サイト、WENN に、対し、ブルックには友人や家族からの、電話が殺到しています。みんなを安心させるため、ブルックは自分と子供たちが、HIV 陽性ではないと、断言できます。チャーリーによると、ブルックとの間にも受けた双子の、ボブ君とマックス君は、父親の状況について、知らされていないという。一方、チャーリーの二人目の妻で、二人の娘をもうけた、7、の、ボンドガールとしても知られる女優の、デニース・リチャーズは、数年前から元の健康問題を、知っていたと認めた。元恋人のナタリー、ケンリーと、ブリー、オルソンも HIV 感染は、していないと断言している。元 AV 女優のブリーは16日、チャーリーがテレビで感染を、公表すると報じられる前にツイッターで、30分間にわたって、HIV 検査を受け、結果を受け取る、様子を自ら撮影したと、明かし、すごくストレスフル、と告白した。ブリーはその後、チャーリーが親密な関係になる前に、必ず相手に状況を、はっきり伝えたとする発言に反論したが、常にコンドームを使っていたとも、強調した。よろしければチャンネル登録を、お願いします。スマホの方は動画の下の、チャンネル登録からお願いします。